です。今日はインスタグラムも投稿できて、AKB メールも投稿できて、X も投稿できて、満足。わ、大輝くんお弁当くれた。ありがとう。あ、うん、あ、当たりだって。何これすごい。シーカーさんがパンくれた。当たりって出た。すごい。そしてなんか眉毛動いた。嬉しい。当たりだって。お話し会、皆さんありがとうございました。今日はオンラインお話し会でした。オンラインお話し会ありがとうございます。明日もオンラインお話し会明日は7時半ぐらいには起きたいな。目指す7時半。明日は一部から行くねって。嬉しい。待ってます。ねえ Google、 明日の東京の天気は？明日の東京は最高気温25度、最低気温13度で晴れるでしょう。25度って暑くない？すごくない？25度、めっちゃあったかい。え？じゃあ半袖で平気かな。あの上は着ていくけど、下は半袖でも平気かな。まあ、半袖着たかったんです、もともと。やった。じゃあニットとかもう着れなくなる感じかな。あっという間に。なんかおニューのニット買っちゃった。明日はじゃあ半袖でやろうかな。明日激熱。25度、25度って夏日かな。明日みんな半袖だ。夏日だね。明日はオンラインお話し会。なんか急に喉なんかガラガラになった。
はオンラインお話し会、さてしあさって、楽しみだな。パパにカフェイベントでいただいたお菓子をお裾分けしたら喜んでました。あれめっちゃ家族大好きなやつがあって、ガトーフェスタ原田の抹茶のチョコレートがけの京都限定の抹茶バージョンがあって、それパパもママも大好きなんだけど、カフェイベントでファンの方がくれて、さっき食べてたさっき早速冷凍させておいたね551の肉まん食べて、その後に抹茶のラスク食べて、あとなんかエビしょっぱみたいなやつも食べてた。ご飯食べた後に絶対に甘いものを食べる私の家族。パパにお風呂先に入らせてもらった。私が先に入りたいって、私朝早いからって。でもパパの方が早いよねって、明日朝早いからって言って先に入らせてもらったけど、実際はパパの方が早いです。食後のデザートがないと落ち着かんよな。え、なんか甘いの食べたくなるよね。今日お弁当がオーベルジーヌでめちゃくちゃお腹いっぱいになったの。もう完食して、お米もしっかり完食してめっちゃお腹いっぱいになったのに、なんかチョコレート食べたくなって、お腹いっぱいのお腹に詰め込みました、チョコレートを。今日はみんなとバイバイしたら早めに寝ます。あ、ベルフラワーのブールドネージュ仕事場に持って行ったらみんな喜んでくれたよ。嬉しい。美味しいよね、お姉ちゃんの作るブールドネージュ。私もとってもおすすめです。あ、カフェイベントで購入したコミセットをいただいていましたって。嬉しい、みんな食べてくれてる。私もみんなからいただいた、カフェイベントでいただいたお菓子をずっと食べてます。幸せ。お母さんが勝手に食べてたけど美味しいって言ってたって、嬉しい私は今日ママが誕生日です。48歳。ハッピーバースデー。ママが家族で一番誕生日早いの。ママ、お姉ちゃん、私、パパ、なんか学年度で言うと、ママにお誕生日おめでとうって歌ってる動画を送ったら、かわいいって来ました。
今日はママはねカフェで働いてるので、ベルフラワーで働いているので、お家には帰ってきていなくて横浜の方にいます。直接会えなかったから、そう、48パパはまだ47歳、2月に47歳になったばっかり。なんか学年は同い年なんだけど、ママが4月生まれでパパが2月生まれだから同い年なの2ヶ月ぐらいなんだ。2ヶ月しか一緒のあの年齢の時がないの。でも私ずっとなんかお母さんなんか30代38、39みたいな。だって私が AKB 入ったのが11年前だから、まだママ35とかだった。36？36、7か36ぐらいでオーディション受けてぐらいだったんだ私が。だから48って聞いて、え？めっちゃなんか大人じゃない？あれ？ 48？ ってなったけど、でもそうだね、なんかもうそうだわ、なんか月日を経った感じがすごいします。ピーポーピーポー、一緒に大人になってるよね全員。びっくり。もうすぐ出るかな。よいしょ。でも今日は1時までには寝れそう。1時までには寝て7時半に起きたとしたら6時間以上寝れてることになる。すごい、めっちゃ快眠。うん、一部だって9時半からですもん。あ、860日連続ありがとうございます。やった、860日を迎えました。本日も無事にあと40日で900日です。もうすぐあと1ヶ月後くらい、5月とかには1ヶ月を迎えます。間違えた、5月とかには900日を迎えます。レピー
5月23日で900日。私は今1000日を目指してるんですけど、もし1000日を無事に超えられたとしたら何日まで続けられるんだろうね。何日まで続けられるのか素直に気になる。でも今毎日継続チケットが8枚溜まってます。毎日お休みせずに今配信できてるから8枚、だから1週間ちょっと配信できなくても私はなんとか継続できます。1000日で一旦辞める可能性もある。いや、辞めるとしたら卒業するときかな。一旦何日配信みたいな継続がもし切れちゃうとしたら卒業の時かな。1000日までしか配信しませんみたいなのは決めてないです。AKB メンバーの最長記録は何日なんだろう。ももちゃんじゃないかな。大西ももかちゃんなのかなって思ってた。ずっと一番早くから毎日配信やってたもんね。だって ゆるゆるな配信ではあるんですけれど、朝7時だっけ、あれ朝5時だっけ。ママとの海外旅行先は配信可能な地域なのかな。配信可能じゃない場所なんてあるの。 Wi-Fi 持ってたら何でもできるのかと思ってた。配信できない地域なんてもしかしてあるのかな。調べたらももちゃん2210日、すごっ。あ、2654日連続だって。あれ、2654日って何年。365日が1年なのに。7年以上？すごっ。そしてショールームもそんなあるんだ。それもすごい。7年以上だって。ひゃー、すごいね。確かに小学校卒業しちゃう。小学1年生が中学1年生か。それってめっちゃすごくない？めっちゃ顔変わるしさ、めっちゃ体も変わるよね、7年って。
すごいな。私は明日ファンの方からカフェイベントでいただいたフィナンシェと揚げまんじゅうを朝食べるのが楽しみ。そしてオンラインお話し会から帰ってきたらコナン君を見ながらポテトチップスを食べたいなって計画を立ててます。ポテトチップス、今日もコナンくん見ました。映画のコナンくん、なんだっけ、今日カレーオーベルジーヌのカレー家に持って帰ってきてカレー食べながらコナンくん見てました。あの船のやつ、深海のサブマリン、全然違うかも、今めっちゃ適当に言っちゃった。あの平次と和葉ちゃんがあのタイトルのところのサムネが平次と和葉ちゃんだったからそれにした。明日はからくれないのラブレター見ます。からくれないラララララララニュ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 、とにかく和葉ちゃんと平次が見たいの。でも結構アニメもいいですよね。映画もめっちゃおもろいけどアニメも面白い。かわいい、チュメがかわいくてアピールしちゃう。シェア買って駆動。ではそろそろランキングを読みたいと思います。ではそろそろランキングのお時間です。明日はメイク配信朝します。ちょっとメイクバタバタ急いで配信になっちゃうかもしれないけど、13位ヒロさん、12位ヒロミさん、11位ソフトさん、10位ゴールゴ13さん、9位ガタさん、8位ヨウさん、7位クロ、6位クリス・ロナウド、5位カズさん、4位プロちゃん、3位ハマンのサルさん、2位大輝くん、1位シーカーさんです。ありがとう、皆さん配信見てくださりありがとうございます。明日オンラインお話し会よろしくお願いします。では
またね。おやすみなさい。みんないい夢見てね。